フィオレロ・ヘンリー・ラガーディアは、アメリカ合衆国の政治家。共和党に属するリベラル派であり、1934年から1945年の3期に、渡り、ニューヨーク市長を務めた。それ以前は1916年と1918年、及び1922年から1930年に、アメリカ合衆国議会に選出された。短期かつエネルギッシュで、 カリスマ性に富出世欲が強く、米国史上最も偉大な市長を3から4人挙げると、すればその中に入ると言われている。身長が150センチメートルしかなく、小さな花と呼ばれた。ラガーディアは、名目上は、共和党員だったが党派を超えて、支持を集め、1930年代のニューヨークにおいて、大変人気があった。ニューディール政策の支持者として、 民主党のフランクリンデラのルーズベルト大統領を支え、代わりにルーズベルトはニューヨーク市に多額の資金援助を行うとともに、ラガーディアの政敵による同志への資金提供を遮断した。1941年には現職市長のまま民間防衛の全米指導者になったが、業績は凡庸だった。国政への参画は果たせず、1946年、初めに、 市長職を離れ、連合国救済復興機関で短期間だが、事務総長を務めた。ラガーディアは、ニューヨーク市を再生させ、民衆による役所への信頼を取り戻した。彼は交通網を統合し、安価な公共住宅、公共の運動場及び公園の建設を指導し、空港を建設し、警察機構を建て直し、同志を牛耳っていた政治的マシーンである、たまにーホールを打破し、 公務員職が金で買われていた状況を正して能力本位の雇用を再確立した。彼は連邦から多額の資金を同士に引き出した。ラガーディアは独裁的な指導者であり、先制政治に近い傾向があったが、彼の改革政策は気まぐれな有権者たちの感性を巧みに反映し、利用していた。彼は腐敗した就業組織を打破し、強行と 第二次世界大戦の時代を通じて、姿勢を司り、同志をニューディール政策の福祉と公共事業計画のモデル都市にして、そして移民と少数民族を擁護した。彼の成功は大統領の理解に支えられていた。彼は強い意志を持つ改革派市長として腐敗を一掃し、有能な専門家を登用し、市民のための広い責任を、 おう姿勢を取り戻したことで歴史に名を残している。彼の統治下ではそれまで政治システムから阻害されていた人々の集団に手が差し伸べられ、ニューヨークに近代的なインフラが整備され、都市が持つ可能性を新たな段階に引き上げた。彼はたまにイ、e、ホールの縁故で結びついた一派と良き政府改革者たちの誠実さと能率性とを調和させた。歯に衣着せぬ市長であり、 側近に対しては手荒に接し、誰が上司かを思い知らせるという具合だった。戦時中に連邦からの資金提供が途絶えると彼は直感のさえを失い、自分が整備したインフラが、動詞だけでは到底まかないきれないほど課題だったことを、ついに理解できなかった。ラガーディアの伝記を書いたトーマスケスナーによれば、ラガーディアは波外れた目標に向けて、 先制的な統治を行うという危険な流儀のゴ恩ゲだったという。今日なら、あのような権力を誰かが振るうなど、人々は恐れて許さないだろう。チェリニョーラ出身で、イタリア系カトリック教徒の父アキルラガーディアと、トリエステ出身で、ユダヤ系ハンガリー人の母、イレーヌ・コーエン・ルツートとの間に、フィオレロ・エンディコラ・ラガーディアとして、グリニッチビレッジで生まれる。ハラーハーから、 ユダヤ人の宣告を受けるも自身は、聖公会信者として育ち、幼少時には、ミドルネームのエンリコを英語表記のヘンリーに改めた。1898年、父が陸軍を解雇されたのに伴い母の教理である、トリエステに移住、1901年から1906年にかけて、同地の他ブダペストやリエカのアメリカ領事館に勤務。その後帰国し、 ニューヨーク大学に席を置きながら、1907年から1910年まで、ニューヨーク児童虐待防止協会員として、エリストにある移民局の通訳を務めた。二度の結婚歴があり、最初の妻テア・アルメニゴッチとは1919 19年3月8日に結婚。しかし1921年10月29日に、肺結核のため26歳で養成したため、 1929年にマリオ・フィッシャーと結婚、二人の子供を養子に迎え入れた。CA-44 の前で二人のイタリア軍士官の間に立つフィオレロ・ラガーディア、1918年頃1914年、ニューヨーク州副法務長官に就任した。1916年には会議員に初当選を果たし、情熱的かつ献身的な改革派政治家との評価を得た。 議員としては、ラガーディアは、様々な民族が暮らすスラム街のある東ハーレムから選出されており、無所属の心情から重要な委員会ポストにはつけなかったものの、進歩主義的心情の疲れ知らずで雄弁な投資だった。ラガーディアが議員に就任したのは1917年3月4日だったが、間もなくアメリカ陸軍航空隊の少佐に任官し、第一次世界大戦のイタリア、 オーストリア戦線に赴いてカプロニシ EA-44 爆撃機の一体を引いた。1919年12月31日をもって会議員の職を辞し、翌年から1922年までニューヨーク市議会議長を務めた。1922年、ラガーディアは会議員に再選され、翌年3月4日から1933年3月4日まで5期連続で務めた。 1919年、ラガーディアは、ニューヨーク市議会議長選で、共和党の候補に選ばれた。民主党の対抗馬は、アルフレッド・スミスの後を継いで議長を務めていた、ブロンクスク選出のロバート・エル・モランだった。ニューヨーク第3、シャムロック大体指揮官のマイケル・ダイナマイト・マイク、ケリーも自由党から出馬を表明した。タマニー・ホールは、ケリーの出馬を見て、危機感を抱き、 立候補を取りやめて、モラン支持に回るよう説得を試みた。ケリーがこれを拒否すると、ダマニーはニューヨーク州最高裁に訴えて、ケリーを候補から外すことに成功した。しかし投票日には3500名を超える支持者が、ケリーに投票した。この数字はモランが敗北するには十分であり、彼はわずか1363秒差で、ラガーディアに敗れた。ラガーディアは、 共和党員として、1922年の会員議員選で、イタリア人が強固な地盤を持つ東ハーレム地区から当選し、以後1933年3月3日まで議員を務めた。ノリスラ・ガーディア法リベラルな改革派の指導的政治家として、ラガーディアは、労働法制の整備を講演するとともに、移民制限に反対した。主な業績として1932年に、 ネブラスカ州選出の上院議員、ジョージ・ノリスと共同提出したノリス・ラガーディア法がある。これは、クレートン・ハント・ラスト法が1914年に発行して以後1920年代末まで続いた最高裁による労働組合活動に対する制限を回避するものだった。同法は、下級裁判所が憲法ではなく、議会によって生成されるという理論に基づいており、 そうである以上は、議会は、司法権を定義し制限する広い権限を持つとして、以下のような目的に向けた、差し止め命令の発行を禁止した。すなわち、反、組合的な雇用契約の維持、企業、または雇用関係拒絶に対する妨害、または、ストライキ、ボイコット、およびピケッティングなどの活動の根拠となる法律の、制限、などである。また、 これにより非雇用者が組合に加入するのを禁ずる、いわゆる危険契約を裁判所が強制することもできなくなった。外交政策孤立主義の立場を取ることはなく、国外における民主主義、民族独立や反独裁政治のためにアメリカが影響力を行使することを指示した。それコアイルランド独立運動や反チャーリ主義者による1917年のロシア革命を支持したが、 例人には賛同しなかった。例えば、ノリスのようなほとんどの進歩主義者たちとは異なり、ラガーディアは一貫して国際主義に立ち、国際連盟や列国議会同盟を支持し、各種の平和会議や軍縮会議にも賛意を表明している。内政に関しては、社会主義に傾倒して国有化や規制強化を望んだが、社会主義政党に接近することはなく、 カール・マルクスの著作を読もうとはしなかった。進歩主義運動の擁護者議員としては、移民の積極的な受け入れとニカラグアからの、米軍撤退からスト中の鉱山労働者の権利や、暮らし、貧農抑圧された少数民族の他、休防世帯に対する支援に至るまで、ラガーディアは、進歩主義的信条の疲れ知らずで雄弁な、擁護者として活躍した。同時代の富裕層や、 政府内の取り巻きにも、絶法鋭く、所得税への累進課税導入、ウォール街に対する政府の監督強化、及び世界恐慌による失業者のための雇用保険設立を訴えた。1929年と1932年の敗北1929年、彼はニューヨーク市長選に立候補したが、現職のジミー・ウォーカーに大敗した。 1932年には、会議員選でも民主党候補のジェームス・ジェイ・ランツェッタに敗れた。1932年の選挙ではラガーディアに限らず、共和党候補はノキナミック戦を強いられた。また、議員選、第20選挙区の人口構成も、従来のユダヤ系及びイタリア系アメリカ人中心から、プエルトリコ系中心へと移り変わりつつあった。1920年は、 共和党員として、ウォレン・ハーディングを支持しなければならなかった。1928年の市長選では、民主党のアルス・ミスを交換していたが、表向きは沈黙を守った。1929年、ラガー・アーティアは市長選に出馬したが、現職のジミー・ウォーカーに、地滑り的敗北を喫した。1933年、ウォーカー及び、 アイルランド系の仕切るタマニーホールはスキャンダルにより、姿勢を追われ、ラ・ガーディアが改革派の候補になった。1934年1月、以下の5つの主目標を掲げ市長選に当選した。最初の4つの目標は、就任から100日間のうちに大方達成されたが、これは、ルーズベルト大統領が民間土木工事局の全米予算のうち20%を、 ラガーディアに回したためだった。その後、ロバート・モーゼスや民主党のハーバートレーマン・ニューヨーク州知事と密接に連携して老朽化が進む社会基盤の更新に当たった。ニューヨーク市は公共事業計画への予算手当の面でニューディール政策の恩恵を受けた。1933年に反政治腐敗の連合候補としてニューヨーク市長に当選を果たした。 ラガーディアであったが、選挙中は共和党員や少数ながら民主党の改革派党員のほか、社会主義者、少なくない中産階級のユダヤ系市民や大多数のイタリア系市民らの支持を取り付けることで勝利につながった。特にイタリア系市民については、これまでたまにイホールの支持基盤とされてきただけに決定的な勝因となった。こうして市内のイタリア系及び ドイツ系市民のみならず、ユダヤ系市民やリベラル派との変則的な共闘を実現するに至った。正当な共和党員ではなかったのは、現職のルーズベルト大統領を支持する革新勢力でファンタマニーホール派にして、ロー僧を支持基盤とするアメリカ労働党から1936年初頭に推薦を受けたことからもうかがえよう。1940年の大統領選挙においては、 当然のことながら、ルーズベルトを支え、ジョージ・ノリス上院議員と共同で、ルーズベルト・ボーラス独立委員会の議長を務めても、いる。また、し始まって、以来のイタリア系市長ではあったが、典型的な、イタリア系ニューヨーカーの範疇に収まらなかった。イタリア系アメリカ人といえば通常カトリック・信徒が、大半を占めるが、当時アリゾナ州で勃興しつつあった、聖公会に属しており、 母親は、ハンガリー系ユダヤ人、父に至ってはカトリックから無心論者へと転向を図る。このことは口述する一連の犯罪対策にも影響を色濃く残すこととなる。ラガーディアは、イタリア系コミュニティに悪いイメージと恥辱をもたらしたギャングを嫌っていた。市長として、最初の行動は、罪の代償を問わず、マフィアの大ボスラッキールチアーノを、とにかく逮捕する。 要警察署長に命じたことだった。次来彼はギャングを目のあだにし、ラジオ演説の中でもニューヨーク市民に向けて、かんだかく耳障りな声で、あの、怠け者どもを街から追い出そうと呼びかけた。1934年、ラガーディアは、ギャングのボスであるフランク・コステロが仕切るスロットマシンの一斉捜索、破壊作戦を実行したが、ラガーディア地震危機として、これを行い、 何千台ものスロットマシンを押収して、新聞やメディアの前でスレッジハンマーを振り回して、それらをハシケからハドソン側の水中に叩き込んだ。1936年、ラガーディアは特別検察官としてトーマス・デューイを任命し、特にラッキー・ルチアーノの検挙に当たらせた。デューイはルチアーノの資金源だった売春事業について捜査を進め、最終的に ルチアーノを30から50年の金庫刑に服させるという成果を挙げた。この出来事は1937年に札付き女という題名で映画化された。ラガーディアはストリップ劇場も閉鎖に追いやった。これは、ショーの内容が彼の厳格な性格にそぐわなかったためである。世界恐慌の最中及び、以後、経済立て直しに辣腕を振るった。後に、 ニューヨークのマスタービルダーと呼ばれるロバート・モーゼスが、牛耳両多くの大型公共事業を一任されると、連邦からの資金を得るべくロビー活動を地道に行った結果、経済社会基盤の整備がなった。当然、多額の連邦資金を手中に収めるため、ルーズベルトやニューディール政策と密なる関係を構築。 1934年から1939年までに11億ドルを注ぎ込むことに成功した。その代わりに、ルーズベルトをニューディール政策のゴンゲーと祭り上げるとともに、彼の性敵である、たまにー・ホールを打倒するに至った。この間、高速道路橋やトンネル、空港やつぎばに建設することで、ニューヨークの景観は一変することになる。特に、 ゲストサイド高速道やイーストリバー自動車道、ブルックリンイコールバッテリートンネル、トライボローバシ、ラガーディア空港は、ラガーディアが市長在任中に完成した施設である。腐敗により、市民から軽蔑の眼差しが向けられがちであった市議会の改革に乗り出し、1938年には、強力な新しいニューヨーク市予算承認委員会の設立を盛り込んだ、 死験証改正を定義し成立させた。アドルフ・ヒトラー及びナチ政権には早くから批判を行っていた。1934年にはヒトラーの計画の一部はドイツ国内のユダヤ人を完全に絶滅することだと警告した。1937年に行われた米国ユダヤ人議会の女性部会に際しては当時開会間近のニューヨーク万博で ナチズム関連の特別パビリオンとして、あの褐色シャツの共振者たちのために、恐怖の部屋を設置せよと訴えた。ラガーディアの妹であるジェンマ・ラガーディア・グラックは、1944年に、ハンガリーにて、ユダヤ人一斉検挙に巻き込まれて逮捕された。彼女は、ラーフェンスブリュック強制収容所に送られたが特別な、扱いを受け、戦後釈放された。ベネット・サーフによれば、ラガーディアは、 死の法廷に出向いて、指揮を取ることがよくあった。彼が扱ったのは、ありきたりの軽犯罪で、サーフによればその中に、飢えた家族のために一金のパンを盗んだある婦人のケースがあった。ラガーディアは、罰金として10ドルを徴収せよと主張した。それから彼は、私はここにいる全員に対し、食べるためにパンを盗まねばならない死に住んでいる都がで50セントの罰金を課す。と言った。 そうして彼は帽子を人々に回して集めた金を被告に渡し、被告は47ドル50セントを持って法廷から放免された。アメリカが第二次世界大戦に参戦していた最中の1941年、ルーズベルト大統領の命を受け新設された市民防衛局の初代局長に就任する。OCD はドイツ軍による空襲に備え、サイレンや シェルターなどの準備を請け負う艦長で、時の政府は、こうした空襲が不可能と察知していたものの、数千にも上る、中産階級有志を心理面で動員し、戦時体制に組み入れんとした。ラガーディアは、ニューヨーク市長の席を置いたまま、一週間のうち三日は、ワシントン DC に滞在するという非常に困難な任務を見事やってのけた。年月の、 真珠湾攻撃以後は常勤の局長であるジェームス・ジェランディスに任務を引き継ぐ。1945年の市長選の頃には、世論調査でもかんばしくない結果が出るなど、人気も陰りを見せ始め、案の定四千はならなかった。この時代失業状態に終止符が打たれ、町はヨーロッパ向けの軍事物資や兵士の窓口となり、ブルックリン海軍交渉は、 多くの軍艦の他軍服を潜ぐ衣類商で溢れ返っていた。しかしながら、市内の大資本家は、ワシントンの政策決定者ほど重要視されず、極めて効率の戦時税制をもってしてもうなぎ登りを続ける戦費はまかないなかった。ニューヨークはもはや産業集積地ではなく、至るところで作られる武器工場を戦時ブームと取る者は誰一人とていなく、なった。 ルーズベルト大統領はついに市への資金提供中止を決断し、1944年までには市の手形支払いにおける粉飾決算が状態化した。ラガーディア以後の市長は1975年の財政破綻まで負債を増やさず、社会基盤の大番振る舞いの他教師や警察、市役所職員に対する交流が行えなくなったことが悩みの種であった。 ラガーディアの墓士長退任後の1946年、国際連合連合国救済復興機関の事務局長に就任したほか、音楽同好会である、ファイミュー・アルファシンフォニアの会員となった。1947年9月20日、水臓癌のためニューヨークブロンクス区の自宅で死去。64歳。葬儀は、同区のウッドローン墓地で執り行われた。 歴史学者の間ではニューヨークはもとよりアメリカ史上最も偉大な市長と認識されることが多いもののルドルフ・ジュリアーニと互角とする専門家も少なからず存在する。ありがとうございます。